あーやっぱね、こう凛としてしぐれをかっこよく聞かすために作られたイヤホンなんじゃないかなって本当に思った。これは全然いいっすね。あ、どうもそうです、今回はですね、まあ、イヤホンレビュー第2弾ということで、まあこうあれですね、こう僕がこうアビオットのね、TED-01D をね、こうすごい好きなんだけど、もう1000円のイヤホンよりね音悪いよなんて言われてるレビューを見たんで、いやそんなことないっしょって思ってるけど、まあ実際のとこどうかなっていうので、ちょっとそのね1000円とか、まあこうみんながちょっと好きそうな、みんなが買いそうなイヤホンとかを実際に聞きながら、ちょっとそのレビューをしていって、まあその最終的に、これとどうなのみたいなのをね、こうレビューの最終段でやっていきたいなみたいな、ちょっとなんか、今回のレビューはですね、皆さん大好きであろう、こちら、ピアホンでございます。ピアホン1ですね、これ、1700円くらいで買ったのかな、かなりコスパがいいと、もう買った人大絶賛だと、まあもう、 こう今まで聞こえてこなかった部分まで聞こえてくるよみたいなレビューも見て、マジかと、1600円のイヤホンもそこまですごいのかと、本当にそんなすごかった、ちょっと僕も感動だなと、もうぜひ使わせてもらいたいなみたいなとこでちょっと買ってきました。まあ、あくまでね、こう僕はもうイヤホンだけの性能でちょっと見たいので、あのなんだっけ、レゾン なんかチップあるじゃないですか、ピチップみたいな、あれはちょっと買わないし使わないで、ちょっと普通にレビューだけしていきたいと思います。あれ2100円くらいするんだよね。だそうしたら3700円とかになっちゃうんで、まあだったら僕はもう、うん、普通にイヤホン買うかなって感じなので、3700円くらいだったら、まあやっぱその1600円とか1700円っていう、このコスパの良さにこそ、まあこのピアホン1のね、こう進化というかね、価値がある部分なんじゃないのかなと思いますんで、まあ僕はちょっとそれで、ね、聞いていきたいと思います。今回もですね、こう前回と同じミックスリストというか、まあ、曲をね、聞いていきたいと思うんですけども、まあ、ただ今回せっかくなので、あの凛としてしぐれの、アブノーマライズっていう、まあ、なんかこう Spotify でパッと見た時にね、こう一番上に来てて再生回数も一番来てるんで、まあこれがいいんじゃないかなっていうんで、この曲もですね実際に聴いてみたいと思います。もうね、それはもうなんかこれ凛としてしぐれ用のイヤホンなんじゃないかっていう予想もなんとなくつきますよね。凛としてしぐれを聴いてかっこ悪いイヤホンをわざわざ出すわけないっしょっていうね、まあ、そこはなんとなくもうね予想がつくんですよ、うん、絶対そうだなと僕は思うんで、まあちょっとそこは信じつつ、こういつものようにですね、こう実際に聴きながら、その聴いてる部分をちょっとなんかこうミュージシャンっぽく、こうなんかバンドマンっぽくこう実況中継しながら、こうね、こう音楽やってる人になんか分かるようなレビューというか、まあ、分かりやすいレビューができたらいいなと思ってます。はい、じゃあそんな感じでいってみましょう。どうぞ。じゃあまずリサさんのグレンゲで。ああ、イントロいいですね。こうイントロというか頭の部分、うん、ピアノも歌もバランスがいいですね。うん、ああ、バンドに入ったらね、結構シャリッとしてるな。うん、別に耳に痛い部分は今んとこないんだけど、ただすごいシャリシャリしてて、A メロのね打ち込みの部分とかもね、ちょっとシャカシャカしすぎてて、うん、厚みはあんまないかもな。まあ、ただこうボーカルが刺さるとかそこまではないかもしれないですね。ちょっとねギターも、こうサイドのギターもサビでシャリシャリしてて、あんまこうなんかヘビーなギターには聞こえないですね。なんかね、ハムバッカーのギターがなんかシングルコイルのギターになったからみたいな、そういう感じですね。なんか今テレキャスで弾いてるみたいな音になってますね。うん、いやマジでテレキャスっぽい音になってる。こう多分レスポールとかこう PRS の音なんだけど、でもこうね、フロアタムのこうタム回しのね、こう右側のフロアタムの音とかはすごいなんかアタックがよく聞こえますね。まあこうドラムの音は比較的こうなんかアタックが、粒立ちがはっきりしてるので聞きやすい感じがあるかな。まあちょっとこうサビのとこもね、こうギターのね、ちょっとチュクチュクってやるとことかね、うん、少し耳障りというか、ちょっとキンキンしてくるな、ギターがキンキンしてて厚みがないなっていう感じはちょっとするかも。なんかベースはこうすごい
こう低いベースなんですよね。こう5弦ベース使ってるのかっていうくらい低いベースなんだけど、まあ何を弾いてるかは結構聞き取れるというか、うんうん、こうピッキングのタイミングとかも聞き取れはするけど、なんか迫力はないかも、うん、あんま。じゃあ次、エメさんの片思い。あー、まあちょっとボーカルが刺さるかもな。こうちょっとこう例えばちょっととかここが刺さるな。昔このし、昔よりのしが、うん、でもね、あのいたってほどじゃないんだよね、うん、ちょっと気にはなるけど。でこう伴奏のギターはめちゃめちゃいい感じですね、うん、あのシングルコイルのギターだな感が、こうストラットのフロントで弾いてる感すごい、あの感じますね。シングルコイルのギターのいいところって結構出てるかもなっていう。あー、やっぱね、サビのこれ痛い、ちょっと痛い、うん、なんか聞くに耐えないってほどじゃないけど、やっぱ刺さるな。これなんかこうバスドラムのドゥンっていうのも、まあ、広がりは感じることはできるけど、やっぱなんかお腹に来るドゥンっていうほどではないですね。やっぱ低音が弱いのかな、あのちょっと間奏の部分のドゥンパンドゥンパンとかフーンとかって言ってるとこあるじゃないですか。そこのねバスドラムのドゥンっていうのはこうアタックが結構はっきりしてるんで、それ痛って感じですね。うん、なんだろう、クックックみたいなみたいな、こうそういう感じの硬い音。あのバンドマンしか分かんないと思うんですけど、こうライブハウスでこうボーカルとかこう前の人たちがちょっとバスドラムの音をちょっと硬めに返してくださいって PA さんに言って、あー分かりましたっつって硬めに返してもらった時の硬い音がします何言ってんだって話だけど。はい、ベイビーメタルギミチョコ。あー、なんかこう打ち込みの最初のこうジュージュージューって言ってる、こう、ね、カチカチって言ってる左右の感じですね。はい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 、こう今イントロに入って、あ、確かにこうメタルっぽいね、こうカチカチってした音が、こう特にキックの音とかね、うん、あの痛くはないんだよな、すごい硬いなーって感じはするけど、うん、でもなんだろう、メタルっぽいね、こう重さというかヘビーさはちょっとあんま感じなくて、うん、ギターがちょっとペラペラな感じに聞こえちゃいますね。あー、ダメだ、あのあたた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 たズキュンなたたたたたたたのこっていう、そこね痛い、ちょっと痛いですね、うん、こっちがタタタタタって感じに なっちゃいますね。これそうか、うん、なんかサビもねこうシャリ感が強くてね、なんかメタルの曲のこう気持ちいい感じの低音感っていうのがちょっと薄い感じしますね。いや結構あのイヤーパッドっていうかしっかりねこうはめ直してるんだけど、あんま感じれないかな。まあでもこうベースとかがねこう何やってるかっていうのは比較的わかりやすいんで、うん、そこは結構いいかもしれないですね。はい、じゃあワンオクロック完全感覚ドリーマー。ああ、やっぱドラムかっこいい、イントロの、うん、まあこうクラッシュをこうね叩きながらのドラムパターンはまあちょっとクラッシュの音うるせえなっていう感じにはなるんですけど、まあでもやっぱベースは聞き取りやすいし、うん、ただやっぱギターパワーないっすね。うん。そう、なんかちょっとシングルコイル感が多分ハムバッカーのギターなんだろうけど、そう、あんまこうキャビネットのすごい低音の気持ちいい感じがあんま出てこないかなっていう。ベースラインはねめっちゃ聞き取りやすい、あの無駄にボワボワしてないんで、ボーカルも全然いいですね。まあなんかすごい刺さっていたって感じはないですね。まあ、それでも結構普通のこうフラットなイヤホン聞いてる人からしたらちょっとジャキジャキっていう感じかな、サビとかも特に。はい、じゃあエルレガーデンの効果線。うん、いや、イントロ全然かっこいいですね、気持ちいいですね、まあ、すごいなんか細見さんの声がね近く感じますわ。うん、細かいニュアンスまで割とはっきり聞こえます。うん、これやっぱサビに来たらね、もうちょっとエルレのギターってねパワーある感じに聞こえるんだけど、うん、ちょっと弱い気がする。なんだろう、パワーコードのこうズンズンっていうねヘビーになってる感じがやっぱちょっとあんま聞こえないですね。ただこう 2A のアルペジオとかそういうのは気持ちいい。まあベースもドラムも全然ねこう聞きやすいし、な耳障りなとこはないですね。じゃあ、凛としてしぐれのアベノーマライズ。おお、イントロからいいっすね。
やっぱなんかテレキャスの音がめちゃめちゃ生えてる気がしますね。あー、ドラムかっこいいわ。うん、あのアタックもはっきりしとるし。はい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 。こうちょっとタッピングしながらのイントロのとことかも、うん、すごい気持ちいいですね。聞きやすい。うん、ショートディレイの感じとかもね、全然聞けるし。なんか他の曲と打って変わってね、やっぱ迫力がギターありますね、なぜか。こうサビの前のデートクダートクダラーみたいなこうテレキャスの音とかもね、うん、迫力ある、かっこいい。で、何をやってるかってのが、他の曲と比べるとすごいわかりやすいですね。特にギターの音とか。あー、やっぱね、こう、凛としてしぐれをかっこよく聞かすために作られたイヤホンなんじゃないかなって、本当に思った、これは。全然いいっすね。多分他のイヤホンで聞くと、ちょっと全然違う印象になると思う。うん。はい、じゃあ、アビーチの Wake Me Up。あ、まあ、でもこれ、アコギのね、こう、弦のきらびやかなとこがしっかり聞こえてるんで、うん。全然なんか今んとこいいですね。ボーカルが入ってもなんか痛くないし。まあちょっと硬い、ボーカルがね、やっぱもともと硬めなんで、これ。そこはちょっと感じるけど、まあセブンイヤホンほどなんか痛っとはなんないですね。全然聞ける、全然聞ける。うん。まあキックの部分も、ちょっとキックの鳴ってる感っていうか、こう、どうなり感ってのは感じれるかな。まあそこでも EDM ほどズンズンっていう感じじゃないんだよな。でも、相変わらずやっぱベースは聞き取りやすいですね。うん。なんか、てんてん、てたらてん、てらららてん、てん、てたららんてんてんってこうやってんで、キックとか入ってくじゃないですか。そこの部分のキックはね、多分、もっとすごい重点を響いてるんだろうなって思いながらも、ちょっとそこまでは聞こえてこないかなって。うん。すごい低いとこはやっぱあんま聞こえないなっていう。はい、じゃあ、テイラー・スウィフト、シェイク・イット・オフ。あ、もう頭のドラムも全然いい感じですね。耳障りなとこもなく。うん、ボーカルが入っても気持ちいいですね。なんだろう、すごいね、ドラムの主役感が強い。なんかわからんけど、ドラムがはっきりくっきり聞こえるかなっていう。なんだろう、キックの余韻みたいなとこはね、わりかし気持ちよく聞こえますね。だからなんか、存在感が強いのかも。あのね、シンセベースみたいなのが入ってくるじゃないですか。ちょっとそこが、多分すごい低いとこなんで、ちょっとこのイヤホンだとあんま、わかんない。音程感が聞き取れない。やっぱすごい低いとこは出てないんだろうな。こう体で感じる低音みたいな、そういう気持ちいい部分は出てないのかなっていう印象ですね。あの、こう、2番から入ってくる、こう、右側に入ってくるね、ちょっとカウベルみたいな、カンカン、カンカンみたいな。その音はね、ちょっとあの、痛い、やっぱ。あー、ねんねんてらねん、シェイク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 。シェイクシェイクって部分は刺さりますね。なんかちょっと刺さる、痛いなって感じが。これね、あのセブンイヤホンだとなかったんだけど、こっちだと感じるな。だちょっと多分広域を強調されてるんだけど、セブンイヤホンとはちょっと強調してる場所が違うのかなって感じですね。だからセブンの方で刺さんなかった方が刺さるし、セブンで刺さった方は多分こっちでは刺さんないのかなっていう。はい、じゃあブリングミーホライズンのドローン。あー、これはね、あのもう最初のあーっていうのがもう痛い、刺さる、うんうん、ちょっと痛いとこ出てるなっていう。まあドラムのアタックとかはね、別にそんな気になんないんだけど、最初のシンセがもうちょっと痛いっすね。まあでも A メロのちょっとこうすごい深いリバーブのかかってるギターのアルペジオとか、そこは気持ちいいですね。でもちょっとバンドインした A メロとかはちょっとジャーっとしすぎて、ちょっとあんまりこうギターも聞き取りづらい気がしますね。ちょっと。だ静かな部分はすごくいいんだけど、こう全体の音がわーって入ったバンドインしたところは、ちょっと耳障りかな。広域が痛い。ちょっとね、ベースもね、この曲に限っては聞き取りにくいな。あんま気持ちよくはなってないですね。で、ギターの存在感がやっぱ弱いと、弱いっていうかね、シャリシャリしてて痛えっていうのはやっぱり、はい、じゃあ、アリアナ・グランデ、セブン・リングス。これイントロのね、シンセパッドは全然気持ちいいですね。まあ、ボーカルもね、刺さらない。あ、でも、これブン、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 みたいな、すごいあの、低いベース、歌入りの。
A メロのね歌入りのそこの低音感みたいなの意外と感じますね。なんか超低音みたいなとこなんだけど、そこはいい感じに聞こえる。うん。ただスネアのチッって音は痛い、耳に痛いですね。スリップノットのサイコソーシャル。ああ、なんかギターがしょっぱい。うん。こうブリッジミュートの音とかがちょっと全然なんか薄いですね。あのスネアが痛い。ドンパン、ドンパンの、パンの音、スネアが痛いな。キックは、まあまだ聞けるかなって感じなんですけど、スネアは痛いな。ギターもシャリシャリしてるしね。お、タメ回しもね、ドロロ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 ロもうね、ギターソロがね、完全にね、シングルコイルのギターで弾いてるんってくらいの、こうなんかチャキチャキ感は、あー、なるほどな。はい、そんな感じで終わりました。ね、第一印象は、ドンじゃないシャリみたいな感じですかね。あの、なんだろうな、こうね、超低域とかはアリアナグランデとかもそうだったんだけど、超低域みたいなとこに行くと結構感じれる部分があるんですよ。こう体というかもう頭に響くね、すごい低い音は頭に響くねって感じなんだけど、ただ肝心のギターのキャビネットのから出る低音みたいなのとか、こうなんとなくこう聞こえる超超低域みたいなとこじゃなくて、まあ普通に聞こえる低域みたいな部分がちょっと僕は薄く感じました。だからドンシャリではなくシャリみたいな、ですごい中域が引っ込んでるのかって言われると、まあ出てはないけど引っ込むってほどでもないかな。まあ、セブンプレミアムのやつは完全にこうドンシャリ目指してるなって感じだったんですけど、こっちはどっちかというとこうシャリ目が強いですね。 でもこうドラムをかっこよく聞かせようとしてるなっていうのは感じました。ドラムが主役になってる感っていうのはあの比較的強かったかなと思いました。まあとね、凛としてシグレーは普通にかっこよく聞こえましたね。なんか本当文句のつけようがないくらい全部のパートがかっこよく聞こえてたなって印象で、でまあ凛としてシグレーのこうギターってやっぱりそんな低音出ないじゃないですか。まあテレキャスだっていうのもあるしね、音作り自体もそんななんか低音バリバリとかこうギターのキャビネットのこう気持ちいい部分をっていうよりはやっぱ普通にシングルコイルのジャキジャキっとしたかっこいい場所とかをこう出してるミックスだと思うので、そこにねバッチリハマってるかなっていうね。だ僕が今回選出したこうギターメインの曲っていうのが基本ハムバッカーのギターでこうサイドから鳴ってて音圧があってっていうタイプが多かったんですよね。そこにはあんまハマってないというか、こうギターの美味しいとこなくなっちゃうなっていう印象でした。まあ、バンドものってこうハムバッカーでこうねジャーンっていってこうギターのこう中低域の気持ちいいとこを出していくってミックスの曲もまあまあ多いじゃないですか。そういうのを聞くときにはね、僕はこれは選ばないかな。もうちょっとフラットなタイプのイヤホンを選ぶかもしれないですね。まあ結論としては結構癖は強いんだけど、ハマるとこにハマれば全然いいんじゃないかなって。多分、まあ、僕だったらもう凛としてしぐれを聞くようイヤホンにするかなっていう感じでしたね。でまあ普通にオールジャンル聞くなら、まあまあまあその iPhone の付属のイヤホンにするかな。だから結構ねこうセブンプレミアムのイヤホンと似てる傾向はあったのかな。まあただこう出してる帯域が違うけどみたいな、こうだ広域強めなんだけどセブンプレミアムとピアホンで出してるとこがちょっと違うから、ただ音の全体の傾向としては似てる気がします。まあだからなんかすごい褒めるわけでもなくすごいけなすわけでもなく、まあまあまあこれくらいの感じなのか、なるほどなっていう印象。ただ凛としてシグレめっちゃハマるっていう、まあ、だからファングッズ的なこう意味合いが強いかもと思いました。これはこれでなんかオールジャンル何でも聞いてよっていう感じではないなっていうね。まあでもこれを買う人ってやっぱ凛としてシグレみたいなサウンドが好きな人多いと思うんで、そうしたらいいんじゃないのかなと思います。まあそんなとこでいかがだったでしょうか。まあなんか質問というかね、なんかご意見というかね、いろいろあったら、まあぜひぜひよろしくお願いいたします。
まあ、ちょっとね、まあ、こうあんましないんだけど、こう次回予告としてね、まあ、またあのピアフォン2も僕買ってますんで、そこもちょっと試していきたいかなと思います。ピアフォン2って3000円以上するんだよね、確かね。だから、まあ、音としては絶対ね良くなってるはずなので、まあ、そこ楽しみですね。今またこんな感じですね。まあ、ひいき目なしで、まあ、普通に思ったことをね、こういうようなレビューをやっていきたいと思います。まあ、僕はですね、こう普段、ボーカル、ギター、ベース、ドラム、DTM の、まあ、レビュー系動画だったり、まあ、イヤホンもね、最近やってるけど。まあ、あとで、そう、まあ、あとですね、こうなんか全部俺みたいな、こう一人バンドみたいな、こう全パート自分で演奏してみたとかっていうカバー曲とかね、あとはこう友達とはですね、こうカバーミュージックビデオみたいなね、カバーミュージックビデオみたいな、こう自分たちで撮影もして編集もしてミックスもしてみたいなことをなんかカバーでやったりしてますんで、まあそんなのをまあ見てみたいみたいなね。あとまあ雑談とかもやってますんでね、こうなんか怖い話とか僕好きなんでね、怖い話をなんか友達と話したいなとかね、まあそんなことをやってますんで、まあちょっと気になった方はぜひあのチャンネル登録とかいろいろなんかね、こういろいろ別の動画とか見ていただいても、なんでもいいでも高評価でもなんでもいいですね。まあ、なんとなくですね、こう見た人のモチベーションが上がるような動画みんなまあそんな感じですね、なんか動画作ってますんで、まあもしよろしければまた見てやってください。よろしくお願いいたします。ではありがとうございました。また。